1曲目が冷やみかきですね。はい、最初に行きましょうかね。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではオープニングからいきますね。はい、ちょっと待ってくださいね。はい、メモが飛んだ。あった、よろしいですか。はい、いいですよ。はい、じゃあ行きます。サッチーの気まぐれラジオ。時刻は午後8時半を回りました。サッチーの気まぐれラジオのお時間です。 MC はサッチーと、はい、ミキサーのキャンです。よろしくお願いします。というよりも、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。いや、新年こんなに早く来るんですね。あっという間でしたね。あっという間でしたね。ああ、まさかこんなドタバタで新年を迎えるとは。いや、本当ですよ。もう僕はもう本当に12月忙しかったので、まあ、私も今日はゆっくり休みたいなと。あ、そうですね。思っているこの頃でございます。まあ、まあ、年末年始っていろいろバタバタですからね。はい。まあ私も、まあ、なんだかんだと、2日にちょっとお父さん方の親戚周りが、あるので、はい、いつもあの元旦はゆっくりで2日に親戚回りをするっていう気まぐれというか親の気まぐれで決めたことなんですけどで私もそれに乗っかって今受け継いでるという。なるほどですね。そんな感じなんです。まあ僕はだいたいいつも回ってた頃は中日と3日ぐらいに回ってましたね。ああ3日目、3日目っていう手もありますね。3日目とかの方がいいですよ。まああのうちの親が言うには2日目の方があのお年玉を渡す、はい、あの人数が減るから2日に行こうっていうことになってるらしいんです。そうですか。変わらなくないんじゃないですか。でもやっぱりね、親戚と出かけてるからいないよとか、はいはい、預けてまではやらないよみたいな。そうなんですね。そうそうそう。私の親はいる人だけにあげるお年玉をっていう感じなので、はい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 、私もそれをそのままちょっと受け継いでいる人だけにお年玉をあげる。一応もう預けがあったので。いや、預けたら大変じゃないですか。いや、もうこれがもう、まあ、親戚ルールというか、まあ、どこどこの子のどこどこまでには配るみたいなのはもうきっちりしましたね、昔は。まあ昔はね昔は私の親も結構これは誰々に預けるから、はい、みたいな感じでだったんですけど、途中から誰にあげたっけってなってたので、はい、もういる人だけにしようっていう決まりを勝手に作ったそうです。まあそういうのでもいいかなって思うんですけどね。まあね、そうなんですよね。結果的にうちは廃止になってしまったので。あ、廃止？はい。へ、なくなっちゃったので。あ、お年玉自体が。なるほど。それもそれでいいけど、でも子供たちの楽しみがないですよね。まあどの道もらったことないんで。あれ？全部親に取られてたんで。あ。あ、まあ、はい、子供あるあるですね。はい、中学生だっても多分確か5000円までだったと思います。はあ。あとは全部親のもの。あ、はあ。私でも子供の時、一銭ももらわず全部親に預けてました。ほう。そうそうそう。あ、そうなんですね。うん。預けてたんですよ。じゃあ、預けてだったら使えるんです。そうそうそう。僕たち使えなかったんで。あれ？なんで？お小遣いは自分で管理しなさい。だから5000円で。あ、なるほど。そう、やっぱりあとは全部親が引き取ると。ああ、ある意味、いや、私的には嫌。私的には嫌。ということで、高校生から全額あげるよって言われてたのに、高校生の頃に配信になったんで、明確に覚えております。おー。おー。
はい、この番組は FM ギノワンから午後9時まで放送してます。皆様最後までお付き合いくださいということで、はい、早速ツイキャスの方が、はい、結構コメント来てまして、はい、タカボさんから明けましておめでとうございます。ヤンバルカンガルーポーさんからも明けおめ、タカボさん、初詣には行きましたか。行きましたと言っておきましょう。収録なので、はい、行くとは思います旦那と一緒に。あ、僕は逆に行かないと思います。あ、行かない、はい、逆に行ってないです旦那のリクカイクーさんから、大晦日に何食べた。俺はカップ麺。カップ麺か。カップ麺、去年じゃない、一昨年か。大晦日は作ってくれましたよね、確か。お蕎麦、年越し蕎麦。はい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 。そうそうそう。一から出汁も全部作って、はい、骨汁とかから全部作って、うんうん、麺だけ買うみたいな感じで、麺とか薬味とか、はい、ああいうのだけを買ってっていうのだったような記憶があるような、ないような。僕はもう食べきれなくなっちゃったんで。え、悲しいです。そうなんですか。豚アレルギーなもので。あら、あ、でもあれじゃないですか、かつおだしのものもあるじゃないですか。今オンリーだったらいいんですけど、オンリーって結構探すの難しいんですよね。え、そうなんだ。はい、で、高坊さんから、鶏南蛮、鶏南蛮そば食べましたね。ゆく年来る年。あ、南蛮そばか。そば、もう私沖縄そばは食べれるんですけど、日本そばがあんまり好きじゃないんですよ。あ、そうなんですか。そうなんです。なんていうか、なんかなんとか食べれるのが、緑のタヌキがあるじゃないですか、はいはいはい、あれは食べれるんですよ。じゃ、ザルそばとかも苦手なんですか。ザルそばもあんまり食べない。あですね。もしかしたらちょっとアレルギーとかもあったりするんですかね。いや、アレルギーはないんですけど、ただ単に色がなんか不気味というか、あの色が、あの色がちょっと受け付けないです。なるほど。そう、食べ物の色じゃねえよとそうなんですよ。なるほど、そういうことなんですね。さあ、ツイキャスの方でヤンバルカンガルーポーさんから、お年玉は預けるよって。預ける、まあまあ皆さん預けると思います、多分。で、イトマンはどんななってるかな、旧正月だからって。あ、そっか、旧正月。じゃあ2月ぐらいがですね。そうですね。高坊さんから、普天間宮かな。普天間宮、あ、普天間は一度も行ったことないですね。あ、一回あるか。デイサービスの初詣。おー。デイサービス出勤してた当時に一回行きましたね、普天間宮。僕は沖縄市の人間なんで、はいはいはい、まあ、行くとしたら普天間っていうのが、まあ、友達同士での流れは一番多いんですね。ああ、そう、うん。でも私去年行ったのが、どこ行ったっけかな、成田山、はい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 、中城の、はい、あっちに行きましたね。成田山でも道込むと大変ですよね。あ、でも夜、元日の夜ぐらいに行ったんで、そこまで混んではなかったですよ。お、あ、なるほど。日の出、初日の出、はいはいはい、あっち見れるので、その時間帯は多分いっぱいしてると思うんですけど、はい、それを越すと多分空いてるんじゃないかなと。いや、意外と初詣何回か行ったことあるんですけど、はいはい、いつもなんかすごい混んでて大変だなってイメージなので。はいはいはい、僕その時ドライバーしないんで本当に大変になったことはないんですけど、はい、自分で今の車でドライバーするって考えると、あ、ちょっと無理だなと思います。ああ、まあ確かに、マニュアルで あの状態で混むと、もう坂道発進が怖い怖い怖い、確かに言えてる。高場さんから、沖縄県民の頃、あ、沖縄県民の頃ね、波の上宮でしたねって。あ、波の上宮も
結構有名ですからね。有名ですね。はい。で、あんつばさん。青年会の時に年越しそば作って販売したからね。え、取り潰して、だし汁取ってって。わあ、いいなすご。すご。え、青年会の時。すごいね。また、あんつばみんなさん。だから食べれそうだな。すごいですね。番組の紹介まだやってなかったのでやりますね。はい、よろしくお願いします。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは気まぐれ .sachi@gmail.com です。スペルは kimagure.sachi@gmail.com です。また、YouTube とツイキャスで収録の様子が見られます。収録は毎週金曜日の18時頃やってます。ツイキャスのアカウントは FM ギノワンセカンドで、リスナーさんからのコメントをどんどん拾っていきます。ツイッターでは、ハッシュタグ、気まぐれラジオをつけてくださいね。ということで、すが、そろそろ一曲いきましょう。はい。お正月ということで、上間彩乃さんで、はい。冷やみ勝ち節です。どうぞ。踊ってる、踊ってる。リクエストは基本ないんですけど、一応あれば送ってもらえれば流せます。寒い、寒いです。寒すぎて足元ガタガタです。いい。はい、では間もなく曲終わります。お聞きいただいたのは、上間彩乃さんで、冷やみ勝ち節でした。はい。ということで、早速、今年初のテーマに行きたいと思いますが、よろしいですか？はい、お願いいたします。テーマは、フリー、かっこ、すぐ忘れる今年の目標です。早速、ちょっと、ツイキャスの方で、高穂さんから、断捨離を毎年決意するんだけど、なかなかできず、ほぼやらない。かっこわら。やっても少しだけです。なるほど。断捨離。やってます？断捨離はできてないですね。私も断捨離やりたいなって思うんですけはい。ど、
結局なんだかんだと与那原に引っ越してきて、物が増えて増えて増えまくって、そろそろ断捨離をしようかと思うんですが、私もそれではないんですね。ちょっと僕の断捨離はお金がかかりそうなので、え？ちょっと厳しいんですよね。そうなんだ。はい。で、あんつばさんから、南大東以外は15度以下ですからねって今。そりゃ寒いよ。寒いよ。そうですね、南大東島のあたりまではまだ寒気来てないんでしょうね。ああ、なるほ気ど。圧配置の関係で。そういう南大こ東、と今、なんで風すがね。めちゃくちゃ強いと思います。あ、昨日までのそっ沖か縄そっみたいか。な、多分気象条件になってると思うんで。なるほど、なるほど。で、私の、今年の、すぐ忘れるんですけど、結局。目標としたら、ダイエット。これ、毎年掲げるんですよ、ダイエットって。結局、ダイエットは明日からのやつで、結局、1年が過ぎていくっていうやつです。でも皆さん結構誤解されてる方多いんですけど、ダイエットって基本的に痩せることではないですからね。筋肉をつけるっていう意味もありますからもうね。ですし、理想の体に近づけることをダイエットなので、私は太りたいなと思って太る人はダイエットです。あ、そうなの？そうです。ええ太りたいんだって思いながらやるんだったらダイエットです。ー。へ りなくるついほてど。みました。へりくつ。ええー。で、メールも来てますので、紹介したいと思いまはい、おす。願いいたします。さっちーさん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。気まぐれラジオでは、初めましてのあんつばです。ありがとうございます、ああんりがつとうごばざいまさん。す。フリー、かっこすぐ忘れる今年の目標。定番のダイエットですかね。あ、やっぱりあんつばさんもそうなんですね。おととしは103キロになっちゃったので、去年はさすがに忘れず96キロまで落としましたよ。すごい。10キロ近く落としたってことですよね。すごいですね。今年は、ちょっと待ってくださいね。今年は90キロぐらいまで痩せるですが、運動して筋肉をつけながら痩せないとって思いますが、サトウキビ農家って今の時期忙しくて、運動する暇なくて忘れるんだろうなぁ、かっこ笑っていうことで来てます。お疲れサ様でトウす。キビ農家は筋肉つくでしょうね。でも日頃の仕事で使う筋肉ってもう固定化されちゃうんで、ああ、そっかそそれっ以上のか。筋肉つかなくなっちゃうんで、やっぱで、トレーニング大事ですよね。そうですね。で、この今紹介したあんつばさんからツイキャス来てるんですけど、大掃除やってます。あ、やりましたって。やりました。私、大掃除すらまだしてないっていう話なんですよ。収録の時点で。っていう感じなんですね。で、沖縄大好きさんから、こんばんは、初見ですってことで来てます。高保さん、目標を作ったところで満足するんだな。だって人間だもの。かっこ。千田光男って書かれてます。確かにね、あれなんですよ。目標を作って満足っていうのも、ありはするんですよね。それはあるけど。私、ダイエット以外ですぐ忘れる。っていうかもうすぐ終わっちゃう目標があって、1月末に、介護福祉士の国家試験が控えてるんですね。国家試験難しそうですね。国家試験控えて、それが終わったらもう忘れるっていう。あれ今年何だったっけっていう。勉強しすぎるとそうなっちゃいますよ ね。そうなんですよ。勉強っていう勉強はほぼほぼしてないっていうパターンなんですけど、私の場合。そうなんですか？そうなんですよ。もう仕事と家事とでごちゃごちゃで頭が。そんな暇ないですみたいな感じです。確かに。はい。お疲れ様です。で、
では、お正月ということなので、もう一曲流したいと思います。アドさんで、新時代、どうぞ。時間なので終わったらもうすぐエンディングですね。了解っす。で、あと2分ぐらいですかね、喋れるのが。OK。目標を作ることが目標、作ったら即完了ですね。確かに、一つでもクリアすれば立派ですよねって。ああ、去年は目標を達成できなかったかな。な、喋ってる時にキャンさんのまで聞きましょうね。いや、俺はいいよ、的な。多分時間がないと思うので。了解です。ありがとうございます。逆に今この場でツイキャスにだったら話できますけど。困ってるって困ってる。2分でしたっけ？とりあえ喋れず曲終わったら多分2分ぐらいだと思います。今もうすでに22分ぐらいですね。うん、はい、そのぐらいなので、結局あと1分40秒ぐらいなんで。高橋さん、それは私もいつも思ってることですよ。健康に1年過ごすことが最大の目標です。うん、それは私、毎年の最大の目標ですね。なんせ、2年前ぐらいに、足を、左足、アキレス腱手術してるんで、夏に。もう、それからもう、1年、もう1年の最初の日に「今年こそは健康で」って。自分子供の頃は健康じゃなかったんで、はいはいはい、今逆にもう気にしなくなりましたね。ああ、大病しなければまずまず、まあ確かに、大病と大怪我とですね。私のは大怪我だったんで。まあ、僕も大怪我何回もしてるんで。大怪我何回もは嫌だな。でも全身麻酔の手術で幼稚園生の間に4回やってるんで。それつらい。いや、全然過ぎて芝居はなんてことないんです。まあ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 、じゃあ間もなく曲終わります。エンディングの曲からかけますね。はい、はい、じゃあマイク入れます。お聞きいただいたのはアドさんで新時代でした。ここでちょっと予告をしたいと思うんですが、はい、お願いいたします。1月4日の水曜日に、はい、フリムーンラジオあるじゃないですか、はい、フリムーンラジオにゲスト出演が決まりました。なんとなんと、あの番組に、私も出るんです。出ちゃうんですね。出ちゃうんです。まあ自分から、はい、ちょっと番宣がてら出ようかなっていうのをちょっと、はい、フリームーンの方に送って、ちょっと OK が出たので、はい、今回出ることが決まりました。おめでとうございます。そうそうなんですよ。ナルトラさんも来てますね。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。
言えるうちに1月4日よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いしますもうびっくりですよ私。いやー本当にフリームーンのあお二人はですね、はい、ゲストのまあ回しがな時があるのでぜひ自分から攻めていってください。攻めていけるようにします。あ、お二人って言ったら失礼ですね。ナルトラさんはしっかりしておりますそう。で、あと、1月8日のテーマを、発表ですね。発表しましょうかね。はい、お願いします。成人式の思い出。成人式の思い出ありますよ、もういっぱい。いっぱいあります、私。いっぱいありますよ。あ、いっぱい言わないな。なんせ、1月、確か9日でしたかね、今年。成人の日が、はい。それぐらいだったと思います。なので、大体の市町村が、多分8日ぐらいに成人式だと思うので、はい、それにちなんで今回はやりました。なるほど。はい。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ということで、お時間になりました。また来週、お会いしましょう。MC はサッチーとミキサーのキャンでした。また来週、さようなら。ギリギリ？そうです、ギリギリですね。おお。ありがとうございます。おお、もうギリチョンで今日は。お疲れ様でした。お疲れ様でした。このマスク、やったことなかったから鼻がなんか擦れて痛い擦れて痛い。もう今年もあっという間に終わっちゃいますよ。スポンジの方にもね、あるよね。ああ、そう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 、そうなんですよ。まあ、痛くて痛くてたまりません、みたいなね。はっはっは。もう、あっという間に。もう、ということは、1ヶ月経ったっていうことですよね。うん、そうですね。早っで、次の収録が、2週目の収録なので、その時にもう2本撮りですね、また。あー、そっかそっか。そっかそっか。次は1月の。ん ?1 月4、8? あれ、カレンダーがない。あ、ちょっと待ってください。あ、大丈夫です。次じゃなくて、次の次ですね。ですよね。はい。びっくりした。では、一度止めます。良いお年を。良いお年を。俺の顔返せ